皆さんこんにちは。これは新しく赴任された先生方、それから初めて教壇に立たれた方々等をですね、対象にここに書いてあります2つの主催者、京都大学 FD 研究検討委員会とですね、もう一つはここに書いてあります京都大学高等教育研究開発センターの主催で開催をしていただいてございます。ただいま町田先生から、目的等についてお話がございましたが、先生方もちろん京都大学の教員でいらっしゃいますから、研究も教育も両方に大いに関心がありますし、その結果として社会に貢献しようという意気に燃えておられると思うんですね。で、とりわけ教育はですね、やってみたいけどやり方について、免除があるわけでもありませんし、高等学校中学校の先生のようにこれとこれとこれをちゃんと勉強した人が免除を与えられるという制度でもありません。ですから大学は基本的には教員一人一人がどう教えるかということを考えないといけないシステムになっておりました。しかしながら、システマティックに少しお互いに教育の内容を学び合う、他に、経験してきた先生方の意見を聞く、あるいはお互いに重要内容を議論するというようなことがあってもいいんじゃないかというふうに思ってですね、システマティックな検討を始めたというのがこの2つの主催者でいらっしゃいます。私も個人的には全く同感ですよね。私は24歳で教員にこの大学に赴任したんですが、最初は授業というのはありませんでした。助手でしたから。で、学生実験とかゼミとかそういうものがありまして、どうしようかと思ったことを覚えております。私は工学部のですね、電子工学というところに、助手として赴任したんですが、学生が135人います。で、学生実験では5人単位とか3人単位で、指導するわけですけど、若い先生方はおそらく私と同じような研究をこれからなさるんだと思いますけども、最初はどうしようかと思いましたよね。で、ボスの先生に聞いたら、実習だから好きなようになったらいいよという程度で、それ以上のあれは指導はありませんでした。で、もちろんその仲間内でですね、お前どうすんねんっていう話をお互いにやっていたわけですけど、学生の評価をしないといけませんよね、指導すると同時に。この時は大変困りました。学生が、私が期待するほどには勉強してなかったらどうしようかと。で、似たような答案ができたら本当に談合したんだろうかと。最初はレポート見ててもそう思いましたね。それで意を決して私は135人に対して135題の問題を作りました。それですごく時間がある、採点も時間がかかりましたし、採点して学生に返すときに5人1組読んでですね、一人一人に答えを言ってもらって、できなかったら5人連続でできるまで遅くまで付き合いました。夜中の2時頃まで変わりましたね。そういう時代は大変面白かったし、自分も情熱がありました。その後授業をいろいろ任せられるようになって授業もやりましたが、やっぱり手探り状態でしたね。先生方もおそらくこの半年間、いろいろ勉強されたと思いますけど、多少手探り的なところがあったんじゃないかと思います。これは大変重要で、その手探りの結果どうだったかということを自分で反省して、次はこうしようと。で、これはですね、昔にいわゆる講義ノートを作ってノートを修正してやるという問題ではありません。その学生の目線に立ってうまく伝わったかということが一つと、私がやりたい情熱が情熱通りできただろうか、内容は真面目に伝えられたかどうか、授業っていうのは本当に奥深い学問の領域をどれだけうまく教えるかということと、どれだけ関心を持ってもらえることだと思うんですね。だから決して授業内容とパフォーマンスは関係ありません。パフォーマンスで学生が喜んでいるような顔をして喜ぶような教え方は私は間違っていると思っています。したがってしっかりとやっておられると思いますが、他人の、他人って言ったら失礼ですが、他の先生方の授業内容も大変参考になると思いますし、今日講師の先生方はいろいろお話になると思いますけど、大変重要だと思います。ぜひこの研修を生かしていただきたいなと思います。パフォーマンスと真面目さは違います。これはぜひ肝に銘じていただきたいと思うんですね。で、学生はよく見てます。パフォーマンスだとこの先生終わってるねって書きます。中身がないということで。ただ目の前の美しいパワーポイントを次々見せても、学生は面白いかもしれませんが心に残らないんですね。ですから工夫をしていただきたいなと私は強く期待したいと思います。第2点は外国語、国際化ということが大変重要で、語学の先生もおられるかもしれませんが、語学以外のいわゆる教科を教える場合に日本語で教えるのが一番効率がいいです。しかしこの国際化時代に英語でも教えてみようという努力はしてほしいと思います。
私自身は5教科担当してましたが、全部英語でずっとやってまいりました。大変しんどかったです。でも自分の訓練にもなりますよね。ですから国際化の時代の中で、まあ、英語でやってみようという部分を少しでも増やしていただきたい。学生が耳になれるということだけではなくて、日本語で発想するものの伝え方、それから、まあ、外国語で伝える伝え方は若干違います。もちろん言葉だけの問題ではありません。考え方が少し違う、まあ、そういうことのトレーニングもなりますので、そういうことも若干考えていただいてですね、自分の授業どうしようか、自分で磨き上げていただきたいなと思っております。まあ、京都大学としてはシステマティックにこの FD やったのは4年目というふうに増田先生の話がございましたが、まあ、大変素晴らしいことだと思っております。組織的にやるということ自体が大変難しいんですけども、ぜひこの研修会で先ほど申しましたように、いろいろ試行錯誤を自分でしながら、自分の授業を密度高いものに、そして学生に情熱が伝わるように、まあ、自分の情熱と学生の情熱がぶつかり合うということが、まあ、大変重要だろうと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。